ビ<ズ>ロシアのプーチン大統領は26日アメリカ情報機関の機密情報を暴露して亡命したアメリカの CIA ・中央情報局の元職員エドワード・スノーデン容疑者にロシア国籍を付与する大統領令に署名しました。2013年に政治亡命したスノーデン容疑者をめぐってはアメリカ当局が スパイ活動取締法違反などの疑いで刑事訴追しロシアに身柄引き渡しを求めていました。